報告すりゃいいのね。戻ったのですね。それで無事に治療薬は回収できましたか？治療薬、ボロボロの書物を提出した。ありがとうございます。これで多くの命を救うことができます。薬はすぐさま衛生兵の手に渡り、城で休養している人々の治療に充てられた。本は？その後、話題は黒の魔女のこと、そしてルミエル王国のことへ移っていった。本のことは？ええ、その研究員の言う通り、いかに黒の魔女といえど、城下町に直接手出しはできません。あいつは魔物を使ってあっという間にいくつも村を焼き払う力を持っています。なのになぜそう言い切れるのです？それを説明するためには、大魔のレガリアについて先にお話しする必要があります。レガリア、あったな、地下室に。王様の権力の象徴的な？そう、王冠や宝玉などいろいろあります。それを所有することが正当な王位保持者である証明にもなります。ですが、このルメール領土に散在する大魔のレガリアには、ただの象徴にとどまらぬ特殊な力があると言い伝えられています。無論、私が王位を継いだとき、父王より授かったレガリア、この王冠にも加護が宿っています。私が存命である限り、敵は城下町やその周辺地域に決して危害を加えることはできません。攻撃できないというと、魔法を無効化する結界とか？いえ、そんな力はありません。敵が放つ攻撃の狙いをただ他にそらすのです。マイアの村もその他の村も拠点になるような場所ではなかった。やはり魔女の狙いは城下町だったんだ。え？だったら私の村が襲われたのは？言うなれば流れ玉だったのです。そんな。我が国の力が及ばぬゆえに災難に巻き込んでしまったことを深くお詫びします。まあそういう意味ね。なるほど。そういうことだったんだ。グレース様が所有する王冠以外にも大魔のレガリアは存在する。数は6つか7つだろうと言われている。マイア、辛いだろうが聞いておいた方がいい。まだ魔女と戦う気力があるのなら。うん。で、魔女と大魔のレガリア、どう関係があるの？大魔のレガリアは無敵を誇る魔女に対抗し得る唯一の切り札なんだ。城下町を狙い撃ちできないっていう王冠の過去だけでも面倒なのに、そんなものが6つも7つもあるんだ。だから魔女はおそらく今もレガリアの正体を探り回収しようとしている。ベルが言ってたの。恐ろしい魔女が現れたって。そして血眼で何かを探してるって。あ、たとえレガリア全部を集めて魔女に挑んだところで絶対勝てる保証なんてね。だが仮にレガリアが一つでも魔女の手に渡ってしまったら、それこそ俺たちに勝ち目はね。そうなったら城下町すら安全に囲える場ではなくなる。誰一人生き残ることはできないでしょう。これ以降もいつ黒の魔女によるテロ攻撃が来るか分かりません。それを野放しはできません。ですから今後はテロの火消しをしつつ、ルミエル領に散らばったレガリアを回収していくのです。なるほどね。魔女の動向を気にしつつ、聞き込み張り込みレガリア回収と言っても手がかりどころか取っかかりもないんじゃな。今のところ行く当てがないのでしたら、私の故郷であるエスパスベルに向かってはいただけませんか？ああ、別に構わんが、何か思いついたか？王という肩書きこそありませんが、レガリアに選ばれてもおかしくない偉人が過去にいました。彼の祠を調べれば何かわかるかもしれません。ベルが育った村、ということはもう一度アリスに会える？アリス仲間になったりしないのかな？そうですね。それ抜きであってもエスパルベルという土地は今こそ一度寄ってみるべきと思います。ある事情から外界とは切り離され、
独自のあり方を続ける異端者の村だけど、そろそろ向き合わねばならない。異端者の村？ベルやアリスの故郷が？それにマイヤ、先ほど衛生兵の一人から報告がありましたよ。お母さんいるんじゃない？あなたの母親らしい人物が一命を取り留めて先日意識が戻ったと。お母さんが。あおって。だがよかったじゃん。よかったなマイヤ、本当によかった。うん、ね、報告もちゃんと済んだし早く行こうよね。あ、報酬はいらないですか。そうですか。あー、いります、ください。冗談ですよ、任務お疲れ様でした。うん、お金めっちゃもらえたじゃん。マイヤのレベルも上がった。東門街の墓地の裏に森がある。見通しが悪く入り口が分かりづらいから、はぐれずについてきてほしい。東側から行けばいいのか。お城の裏の暗い森、それ絶対出るやつじゃない。でもお母さんが待ってるんだ、行かないと。黒の魔女討伐への一歩を踏み出した。まずは王国から切り離された謎の多い土地、エスパルベルを目指そう。はいはい、なるほどね。今ここちょろ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 してるばあさんみたいな、あれこいつか。あれ、なんかばあさんいなかったか。ちょっと弟くんに話しかけてみよう。僕でも自分なりのやり方で姉さんたちを助けられるんだ。前線に立つだけが全てじゃない。これからもサトッポするから負けないでね。いや、助かるよ、すげえ。どうしようかな。東って言った？こっちか？墓地。あ、こっちだね。わあ、なに？キャー！王のお膝元で堂々と物騒なもんをぶちまかしやがって。なに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 。おらおら、気持ち悪い格好しやがって。とっとっと、くたばっちーな。くたばっちーな。魔物？魔物なの？いや、撃たれているのは魔物ではなく。なに？おい、こら待て、おっさん。白面の男性、逃げた。あん？俺は化け物退治で忙しいんだ。邪魔しないでくれよな。教えておいてやるが、今のは魔物じゃない、人間だぞ。人間だと？どうもそうらしいぜ。ま、こんだけ薄暗ければ俺も一瞬勘違い仕掛けて。はは、何が人間だ。人間の女から生まれたか知らねえが、あんなんは化け物と同じだぜ。それじゃあ知っていて発砲したんだな。面が取れてあいつの面を見たんだがよ、鱗まみれで半分腐ってやがった。人間は、とんだ恥さらしだ。なんてひどい。化け物の首を取って自慢する計画がてめえらのせいでパーだ。八つ当たりはさせてもらうぜ。え、戦うの？めんどくせー。育成やろうとも、ちょっとやられてるじゃん。回復してないじゃん。普通回復するじゃん。ちょっと待って。どうしようかな。アイテムで蘇生させてから、どうしようかな。回復させた方がいいかな。微妙に強いぞ。いやー、どうしよう。ちょっと MP ないのが痛すぎるわ。回復して、ヒールレインでアイテム、とりあえず最初回復しておこう。よしよし。待って待って、やめてやめて、キャー。待って、回復、500が一番回復すんのか。はあ、で、創生の薬、アルフレッド。いやー、一人でも倒したいな、なんとか。やめて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 。死んじゃう死んじゃう。無理じゃない？うえー。ちょっと秘技を使おう。やめて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 。
めてやめてやめてって危ねー。あー眠らせた。よし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 。で蘇生の薬を使って、回復の薬を使って、あ眠ってるんじゃなかったの、わ死んだし。ちょっと待った待った待った。MP 回復してるな。そしたら蘇生マイヤーを蘇生させて、あー全然回復しない、やばいぞこれ。戦う防御しとくで、ヒール、とりあえず回復させて、よしよしよし、やめてやめてやめて、死んじゃうよー。戦う、こいつちょっとやっつけとくか。で、小スキルでヒールでベロニカ、増えたぞー。これ大丈夫か、負け戦かな。ヒギ荒くれ者、スキル、蘇生、倒せ倒せ、よしよしよし、待って倒さないで、やめてやめてやめて、あー死ぬー身体スキル、何も使えないよ、どうしよう、攻撃でいっか、ならずもの、小スキル、ヒールレイン、ヒールでベロニカかな。あーやばい、あー死んだ、無理だわこれ、あー死んだー、力尽きてしまった、ゲームオーバーかな、うわー、よしよしよし。で、TP が溜まってるからヒギを鳴らす者、荒くれ者を先に倒しちゃおうか。あと回復でアルフレッド、よしよしよし、あーやばいやばい、よしよしよし、あと一体、もうみんな攻撃したい、オッケーオッケー、回復の薬、オッケー、グー、男は麻痺性の毒が回っているらしく、しばらく動けないようだ。舌も何に回らないらしい。一向に減らず口を叩く気配がない。舌もろくに回らないか。こいつどうする？下手に目を覚まされて追いかけられては困ります。しばらくこのままに置いておきましょう。この辺り蚊がたくさん出ますから、そのうちかゆさで目覚めて家に帰るかと。最悪だそれ。そうか、ならほっとこうな。絶対に嫌だ。ベロニカが村を封鎖しようとした理由、少しだけ分かった気がした。生まれつきか育つ上でかは分からないが、外部の人間と違うものがそこには住んでいる。あんたなんか顔も体もブツブツボロボロになっちゃえばいいんだ。いやいや、やだ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 、気持ち悪いよ、顔は暗い暗い暗い、くらいな。どこ行けばいいんだ、あれ迷いの森か。あ、これはレベル、みじん切りを覚えたってどういうこと。これじゃあ上か、はあ、上かな、あ、ここか、合ってるか。そう呼ばれるようになったのはいつだろう。イミゴラのゆりかご、エスパスベル、望まれぬまま生まれた子らが今日もしけみに置き去りにされる。あなたも私と同じなの、
ただ座り込むしかない彼らに向かって少女はその小さな手を差し伸べる。心配しなくても大丈夫だよ。私がいつか大きくなったらあなたのことを助けてあげる。あなたたちみんなのことを私が助ける。だから早く大人になりたい。少女はずっと願い続けていた。そう呼ばれるようになったのはいつだろう。イミゴラのゆりかごエスパスベル、2番非力のゆりかご少女の願い。ベロニカ様、ようこそお戻りくださいました。お待ちかねておりましたぞ。村のこと任せきりにしてしまったな。長く開けてしまった分いつもより多めに持ち帰ることができたよ。何を？包みを渡している。かなり大きく重そうだ。何渡してんの？まあ、まさかそれは我々の共通財産？違うよ、私の取り分だけだよ。ベロニカ様は都で稼いだ収入で得た薬や物資を村へ持ち帰ってくださります。それを私がみんなに行き渡らせています。同時に都の文化を持ち込んでくださいますので、他の村とは少し趣が異なるのです。確かに木の陰でこちらを何？女性もどこかルミエル城下街のものと通じるいでたちをしているようだ。マイア殿の母上は北東にあるベロニカ様の自宅でお休みになっています。アリスお嬢さんも待ちかねています。村を見回った後で良いので訪ねてみることをお勧めします。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。